ナミさん、お疲れ様です。ロキソニン処方していただいております。これね、ナミさんが言われるように肌色の湿布ですね。こういうやつね。これをね、ずっと貼ってますね。なんかいい感じだと思います。で、これをドラッグストアでも買ってるんですけども、ドラッグストアで買うと高いんで、あの処方箋の方をもらってですね、結構多めにもらってますんで、毎日貼り替えてペタペタと、可動域はちょっとね広くなってきたような気がしますね。でもやっぱりある一定のレベルで腕を後ろの方に曲げるとピリッと痛んで、それがねちょっと持続するって痛みがねしばらく続きますね。もう悶絶です。顔には出しませんけど、あーって感じですね。顔に出すとしたら、はい、まあ、あのいろいろとアドバイスありがとうございます。あの体はどっか壊れて、そして修復に時間を要するわけですけども、パソコンとかね、マシンの環境もトラブルが起きると、その処置に一定の労力を要しますよね。いやー、さまざまですね。人間の体もメカニズムですから、ボディメカニズムっていうんですか、そんな感じですよね。はい、あの湿布の方アドバイスありがとうございます。自分の選択が間違ってなかったなと思ったらちょっと安心です。じゃあこれからもよろしくお願いします。お疲れ様です。